さあ始まりました。本日の2チャンネル面白すれまとめの時間です。今回のテーマはかつて天才卓球少女と呼ばれた福原愛さんについてのすれ。実況は私ゆっくりマリサと、あまたのすれを解説しあらゆる事件をかじり尽くしたまんじゅう、ゆっくり霊夢の解説でお送りします。よろしくお願いします。いやー福原選手もやってしまいましたね。逮捕秒読みのニュースを見たときは、驚きましたね。泣き虫愛ちゃんと呼ばれていた、愛らしい少女のイメージが強いですから。結婚出産と、家族で幸せのラリーを繋いでいくのかと思われたが、どうしてこうなった？同姓同名の釣りタイトルではなくこれは現実。不倫騒動からどこまで評判を落とすのだろうか。スレミンたちの反応を見ながら、事情を説明していきましょう。おっと、自宅警備の金メダリストたちが、福原選手についても物申したくて、貧乏ゆすりが止まらない様子。それでは地獄の幕開けだ。あれ？なんでマリサが実況してるの？そう、福原愛さん、台湾で家族を連れて失踪。福原愛さん台湾で家族連れ失踪騒動。元夫の甲賀激怒、電話にも出ない、メッセージも返さない。卓球の元五輪メダリスト福原愛さんの元夫で台湾の卓球選手高校決が、台湾入りした福原さんが家族を連れたまま連絡が取れなくなり、激怒している。貼られたニュースを要約すると、2022年7月24日、台湾の卓球選手であり、福原愛さんの元夫高校決さんが怒りのインスタグラムを更新。元妻である福原さんが息子を連れて行ったまま、連絡が取れなくなったって話よ。拉致したってことか？ちょっと違うわ。福原さんは子供の交流面会のために台湾へ渡り、一時的に息子を引き取っている最中なの。数日経ってから電話にも出なくなり、メッセージも返さなくなったそうよ。なるほど。この連れ去りが真剣騒動の発端になったんだな。そうね。この交流面会の日から、子供は高3の元へ一度も戻っていないわ。やばい匂いしかしないんだぜ。スポーツって精神を変にさせるのか？小さい頃からそればかりやってきて、大人になってからもずっとその環境だったらそれがスポーツでも音楽でも美術でもあれな人になると思う。健全な精神は健全な肉体に宿る、の正しい意味を調べてみ。そうあってほしい、だもんな。子供連れて逃げたんか？これやろな。ほ、愛ちゃんもやるな。子供奪還作戦発動したんだね。浮気した方が子供を連れて逃げるとか。相変わらずめちゃくちゃなやつだな。国民から愛された金メダリストなのになかなか辛辣だな。2021年に福原さんの不倫が報じられた時点で、相当のイメージダウンを食らっているわ。かつての純粋そうな女の子ではないと、世間に広く知れ渡ってしまったのね。え、いな。隣の子も綺麗になったよね。もう日本のテレビにも出られないな。国際結婚は難しいよな。半数が分かれているし。福原の場合国際結婚とかの問題ではないと思う。単純に福原がおかしい。家族で台湾連れて。結婚した時ここまで読めてた。元旦那はなぜインスタで報告するんや。そりゃ連絡取れなくなったからでしょ。騒ぎ大きくしなけりゃそのまま日本に連れてかれる。福原の方は日本に連れ戻せばこっちのもんと思っての計画的な行動だろうね。これ事件になるやつだろ。マジで誘拐だわ。離婚してたのか。せっかく格付けに出れるぐらい風化してたのに何やってるんや愛ちゃん。日本のイメージダウンに貢献。人生どんどん狂わせるな。真剣取られてんの？あっちに？共同親権。おい霊夢、共同親権ってのはなんだ？日本では離婚した場合、親権は妻か夫のどちらか一方になるけども、先進国など多くの国では両親が平等に親権を持てるのよ。でも離婚したからには一緒に暮らすことはないよな。もちろん一緒に住むのはどちらか一方になるでしょうけど、子供に関することは両親どちらも口出しする権利があるの。養育費の支払いはもちろんだし、子供の状況はきちんと報告しなければならなかったり、ビデオ通話や面会交流にも応じる必要があるわ。なるほど。嫌いで別れた場合、子供のことで関わり続けなければいけないのは大変だな。台湾では日本と同じような単独親権を選ぶこともできる。でも離婚時に福原さんは共同親権で納得している。子供のことを一番に考えて、影響が少ないようにしたいって発言しているわ。その上で連れ去りとは、どんな心境の変化があったんだ。愛ちゃんはガチ。旦那は事件になる前に戻せば穏便に済ませるつもりなんだろうな。日本の感覚でカジュアルに誘拐してなきゃいいけど。スポーツ一筋で頑張ってきてもいつどうなるかわからないものだな。テレビでずっと持ち上げられてきた子が、今では落ちぶれた姿に。恐ろしいな。まだ持ち上げられてるよ。あんなんでもオリンピックの時解説してたし。外国人と結婚した女がよくやるやつじゃん。この前は子供にも会いに来ないのかってニュースになってないっけ。何してもニュースにされるって面倒だな。日本人男がどんだけ優しいのか思い知ればいい。
この結婚に関しては愛ちゃんは被害者だと思ってる。わしオカマだけど応援するべ。やってしまいましたな。なんで不倫なんかしたんだろな。国際結婚あるあるだけど指名手配されるわ。この後の展開はそんなつもりなかったんですとメソメソしそう。なんだかんだトラブルの多い人だな。あれか、国際離婚妻が子供返さないやつ。スポーツ全振りだったから夏期講習になってしまったな。子供と一緒に逃げたってことなのか。出国できないでしょ。怖いよ、さすがに連絡はちゃんと取れ。福原の生活基盤は日本なのか中国なのか。まだ台湾にいるのかね。極秘ルートで中国へ出国済みだったら怖いね。だったら大物だよな。あの子頭悪そうだから誘拐になるって理解できてない可能性がある。スポンサーが買い取ってくれるんだろ。まさかこんなになるとはな。人生は冒険や。終着点が見えなさすぎる。最悪台湾との友好ムードが破綻しかねんな。これで日本へ拉致したら国際問題やな。どうしてこうなった。台湾から連れ出していなければ問題ないのでは。もう日本にいるって話もあるし手遅れになってそう。そうなんだ、そりゃまずいよな。この人常識とかモラルはどうなってんだろうね。ちなみに江さんは福原さんが台湾を出国して日本へ渡ったことを最初から知っていたわ。どういうことだぜ。こういう面会のために子供を引き渡したのが空港なのよ。もともと3ヶ月ほど日本で暮らさせる予定だったみたい。3ヶ月も。普通では考えにくいが江さんは了承していたのか。了承済みよ。江さん自身も福原さんが子供と日本で暮らす権利はあるって言ってるから、それでも子供を連れている間は所在を明らかにしたり連絡には応じなければならないし、江さんの同意なしに日本からよその国へ行くのは論外よ。ん？福原さんは日本からさらにどこかの国へ飛んだってことか。まあそれは後で説明するわ。桜島も大激怒。福原愛はどんどん印象悪くなる一方だな。何してんのこいつ。思春期の大事な時期をスポーツで犠牲にした結果がこれ。これがスポ根の精神的に勝ち負けしか知らない。おっと、罪のないスポーツ選手が飛び火を食らっているぜ。ネットに湧くデカ主語の使い手が多いから寛大な心でスルーしてほしいわ。夫婦喧嘩なんかいちいち報道するな。親子水入らずでのんびりしているんじゃないの。まあなんかあったんじゃなけりゃいいな。人質を取りに行ったわけなんだろ。さすが体育会系。連絡してほしい。そもそも命がけで出産した女のものだろう子供は。連れ去ったとか本当か想像じゃなくて。昔からただのわがままな子供のイメージだった。そのまま大人になったようだな。パーソナリティなのかもな。歯止めが効いてない。この前テレビ出てたような。なんかどっちもどっちって気がしてきた。実情知らんけど。実情といえばこのテーマを解説するにあたり福原さんのニュースをかなり読み漁ってきたの。さすが心強い解説者だぜ。マリサの実況はもう破綻しているけどね。で、調べたものの福原さんは日本の SNS を更新していないこともあって細かい部分までは裏取りができていないわ。常識ある行動をしようよ福原。ピンポン拒否かよ。何やってんだマジで。異世界で卓球か。日本に入国してしまえば逃げ切れてしまうからな。子供は二重国籍で行く前に日本で子供のパスポート作ってたのかね。台湾のパスポートは管理してるだろうし。台湾の男尊女卑もあるんだろうが福原側も育った家庭環境が影響してそう。行き先を愛ちゃんに聞いたけどさって言われたんだろうな。日台関係ぶち壊す勢いだな。連れ去った者勝ちなのは国内限定のローカルルールなのに。この前、格付けチェックに出てたよね。よく出したよな。子供日本に連れて帰るやろ。子供のパスポートは元旦那が持ってるんじゃないのかな。さすがに福原にパスポート渡さないだろ。せめて連絡くらいしてやれよ。なんでみんなシャットダウンなんだ。元亭主の同意を得たとの福原本人のコメントが日本語で日本人向けにツイッターで拡散されてるとか。二人ともならわかるけど、なんで息子だけ。上の子はもう懐かなかったんだと思う。不倫の頃には物心ついてたから。あれ、息子を連れ去ったってさっき聞いたけど子供は二人いるのか。2023年時点で5歳の女の子と4歳の男の子ね。この面会交流ではお姉ちゃんも一緒に日本に渡って福原さんと暮らす予定だったのに、お父さんと離れることを拒否して空港で一悶着あったのよ。パパが大好きなのかママが嫌いなのか。息子の方はお母さんに懐いていたんだよな。そこまではわからないわ。ただ口論の場で福原さんは呆然とする息子の手を強引に引いて搭乗口へ向かおうとしたらしいの。そのことを江さんが注意したところ、さらに福原さんが激高して警察沙汰にもなったわ。自分の子供と言っても女の子、女の敵は女って言うから成長すれば。海外だと自分の子供だとしても離婚協議中だと誘拐になるんじゃなかったっけ。すでに離婚成立してるよ。迷惑すぎ。2022年の時点から元夫婦の間ではかなり不穏な空気が漂ってるな。子供が絡んでいる以上、
江さん側もやられっぱなしではいられないのよ。残念ながら現在も子供は返されていないんだけどね。国民的アスリート福原愛さん、最大のピンチか。日本女性の子供の連れ去りが世界的な問題へ。はい。このスレがたった2023年の7月27日、江さんが日本外国特派員協会 FCCJ の場で記者会見を開いたの。さっきのインスタお気持ち表明から約1年後よ。お、ネットに会見の動画が上がっているな。って、異国の言葉なんかわかるかー。私も数分見て挫折したわ。ニュースに書いていた内容によると、日本の家庭裁判所が福原さんに対して、この引き渡し命令を出したらしいの。いろいろすっ飛ばして裁判か。とはいえ、この1年でいろいろあったからね。福原さんの恋人も交えて3人で、シンガポール旅行に何度も連れ回したり、日本に戻ってきてからは、親権変更の申し立てなんかもしているわ。例の引き渡し命令が出てるってことは、福原さんの申し立ては却下されたんだな。そういうこと。やばすぎやろ。海外やと生まれ育った国からパートナーの同意なしに海外へ連れ去ったら誘拐になるんやろ。福原さんやってしまいましたな。行列に出てた弁護士ってはっきり明暗分かれとるよな。ジュネーブ条約違反か？捕虜かよ。ワシントン条約やろ。愛ちゃんが会見で泣くだけで世界中の世論が変わるから。離婚時に福原愛は日本に子、二人は台湾におって、福原が台湾に行った時に一人だけ連れ帰ってきたんやろ。こんなん許されるわけないし、よくある日本人女性の子供連れ去り類型とも全然違う話。娘はそのままで息子だけ連れ去ったん？娘かわいそうすぎるやろ。もう一人の子供はなんで連れてかれなかったんやろな。懐いてなかったんか。親が違うんちゃうかとか邪推してまうよね。親置いてったのは草やった。泣き虫愛ちゃんがどうしてこうなった？泣き虫じゃなくて泣かされていたんやぞ。人から大切にされてこなかったから大人になっても子供を物扱いするんや。もしかして福原さんの家庭事情って結構複雑なのか？そうね、父親とは不仲だったようで絶縁していたそうよ。絶縁ってただごとじゃないぜ。父親が教育熱心でかなり厳しかったらしいわ。しかも卓球経験もないのに、やたらと口出しをしてコーチをクビにしたり、試合に負ければフォームを変えさせたり、何かと振り回されていたそうなの。経験者でもない奴が口を出すのは面倒くさいぜ。でも天才卓球少女って呼ばれてたから、それは正解だったんじゃないのか？どうでしょう？それこそ経験者でも専門家でもないからわからないわ。福原さんがかなりストレスを抱えていたのは確かよ。お父さんには事業に失敗して多額の借金があって、それを福原さんが卓球で稼いだお金で返し続けていたらしいし、借りた金は自分で返せ。中国のテレビに出演した際、それについての話題で泣き出した場面もあったわ。これにはちょっと同情してしまうぜ。もうすでに日本の裁判所から子供渡せやって出てるんやな。これで渡さないなら完全な連れ去り案件や。福原愛さんサイドからわざと旦那切れさせて作った DV の証拠が出てきそう。やることなすこと怖すぎるんだが、あの外見じゃなければ老若男女からボロ、そう言われてるだろ。子供を自分の所有物のようにしてるからこんなことが起こるんやで、一人の人間としてちゃんと接しないと。もはや触ってはいけない人の枠にとっくに入っていたやん。巨乳なら政府理論に争点を絞らないと勝ち目薄そうやな。愛ちゃんがこんな絵、女になるなんて想像してなかったよな。好きあらばすぐに下の話になる奴らだぜ。年相応に色気も出ているし、過去の熱愛報道や不倫騒動もあって、ピンクなイメージがついてしまったわね。日本では無条件で女性に親権が与えられるのが通例なんだが、国際法は日本の慣習に従えよ。ガチな話、国際法関係ないと思うで。ほんまなんであんなアホみたいに結婚式何発もやってしもたんや。愛ちゃん、愛ちゃんと田村涼子の結婚式はほんまくさ。田村涼子は今幸せそうやからええけども、よしくんようあれで離婚せんかったと思うわ。わいが愛ちゃんの子供になってあげたい。そもそも真男可愛がってんの？全部と愛ちゃんの子、しかも男。子供の頃から卓球ばっかりやってたからちょっと感覚がずれてるんやろ。 FBI かなんかに指名手配されてるやつとかいるからな。シンガポール移住考えてるようやな。旦那なかなかのイケメンやな。でもやれるならやりたいよね。いつもの母親が親権取ったやつかと思ったら普通に拉致やんけ。日本の火災で負けてて草生える。日本で負けてるのすごいよね。日本のめちゃくちゃな制度が世界にバレるぞ。想像よりヤバいことやってて笑えん。日本では女性が親権を取りやすいから、もしかするとその感覚で音信不通を決め込んでいたのかもしれないわね。なあ、福原さんには弁護士もついているみたいだし、なんとかならないのか。本当に子供と暮らしたいだけならかわいそうじゃないか。そう思う人も一定数いるわね。次のスレでは福原さんの言い分も見てほしいわ。福原愛が我が生命、福原愛は一方的に攻撃を受ける弱者、福原愛を社会的に葬りたいのか。全文、福原愛さん代理人が声明、福
原さんは一方的に攻撃を受ける社会的な弱者。何何？福原さん側の代理人が声明を出した？審判前の保全処分、意味がわからないんだぜ、霊夢、解説してくれ。平たく言えば弁護士を通した。この引き渡し命令や記者会見に対するクレームよ。子供のプライバシーもあるから公表できない部分もあるし、メディアの影響力を持つ人は誤解を招く発言は避けるべきだって。それと福原さんは、犯罪行為はしていないというような主張もあるけど、かなり長いので気になる人は検索して読んでみてほしい。とりあえず長男を渡す気がない。ってことだけは分かったぜ。何を言ってんだ。まあよその家庭の事情に何の関係もない外野が口出すのは野暮もええとこよな。国際問題だからね、しかも無名の一般人じゃないし。国際問題起こす国民にやめとけやっていう動機はあるだろ。これ台湾のテレビとかではガンガン流されてるんかな。なあ、スレミンたちはよく国際問題って言ってるけど、実際台湾や中国本土でも問題になっているのか。大きく報じられて話題になっているみたいね。でも福原さんは台湾や中国に熱狂的なファンが多かったから、江さんへの批判もそれなりにあるわ。今後について注目してるのは、日本もあちらの国も同じよ。旦那の言い分に対して言い返せないってことか、愛ちゃんなんでや。とりあえず子供は一旦旦那のところに返そうや、話し合うのはそっからやろ。自分で弱者を名乗って横暴を通そうとするのは今一番嫌われるやつちゃうか。とりあえず真剣争いは子供を返してからやれよ、子供を巻き込むなよ。言うほど弱者か？国際問題も何も台湾が勝手に言ってるだけやろ。日本の司法では誘拐言われてないんやから何の問題もないわ。日本の火災で子供返せよってもう出てるぞ。日本の司法、緊急性があるからとりあえず元の状態に戻しなさい。その後に双方の言い分を判断します。高校決死がご子息との面会を真にご希望されるのであれば、面会交流調停を申し立てられれば、基本的に施行面会が実施されることになりますので、まずは、調査官立ち会いのもとにご子息に面会することもできたはずでした。この1年間、そのような申し立てはありませんでした。なんで不当に子供を奪われた側が正当な手続き踏んで面会しなかったことを批判されなきゃならんのや？誘拐されて連絡も無視されてるのに法的な手続き踏めばできたでしょ？はとんでもねえ言い草やな。なお保全命令が出ても自分たちは従わない模様、ダブスタがひどすぎる。ちゃんと考えてるかお前ら？母親有利の親権問題で父親に親権与えられるってよっぽどのことなんだよな。共同親権になってる時点でそれは無理や。一方的すぎてな。というか日本人女の子供連れ去りって煽り抜きで世界的に問題になっとるからな。福原愛もその一例でしかない。あのさ、何が原因かは知らねえが法律は守ろうぜ、大人なんだからさ。保全処分の期限って2週間らしいけど、それ過ぎたらどうするんやろか。強制執行はできるけどできるわけないから、のらりくらり説得の解決を目指すんちゃうか。1年とか2年かけて。ただただ子供がかわいそうやわ。その間表に出る仕事は一切できないからどうやろ。山川、ジャニーズ、猿之助、広末、ユーチェル、福原愛、今年のエンタメ界隈はめちゃくちゃやな。旦那側の子供を返してって主張もおかしく見える。誰々のものだって決まってるものじゃないしな。裁判所の命令が全てやろ。決まってないから何してもいいとはならんのよ。そういうのもう何人もいらないんで。付き合ってる男は子供返しなよとか言わないのかな。私女なんですけど、がマジで現実に存在するのか。こんなものを中国全土で放送した二人がどうして。とりあえず台湾の天気テロップは邪魔だというの伝わった。霊夢、私たちは一体何を見せつけられているんだ。まだ二人が夫婦だった時代にベッドでくっついて寝ているシーンやキスをしようとリア充が羨まけしからんだけだから、わざわざ言葉にしないでくれ。ビッグモーターといい福原愛といい、最近脳みそ昭和に置いてきた人たちが多いね。昭和の女は長男は家の後継ぎだから連れて出たりしないんだよな。連れて行くなら娘の方よな。福原マップあたりが後取りとして男の孫欲しがってるのか思ったら、そっちとも絶縁やし、娘置いて息子だけ連れ帰ってるの割と不思議。卓球で蹴りつけろよ、恨みっこなしで両方とも得意やろ。ちょっと草。男の方が有利になるのでダメです。4歳5歳とかって1年でめちゃくちゃ成長するからな。パッパかわいそうやな。ちょうど自我が芽生え始める頃に一緒に過ごすことでママと一緒にいたいを狙ってるのかもしれんな。知らんけど、4歳5歳って言うと、自分でいろんなことができるようになって、やんちゃだけど可愛い盛りだよな。短期間の交流面会だったのに、子供の成長を見れなくなるなんてね。覚悟しての別れじゃないのが余計にきついぜ。父親は会えてないんか？会えてないで。そらやりすぎやろ、鬼か。鬼に失礼やぞ。だからこの件に限らず問題が多く起きててやばい。ねえマリサ、もしも子供が日本での生活を望んでいる場合、台湾に返してしまっていいと思う？難しい問題だぜ。
そもそも福原さんのやり方が良くないのは間違いないわ。でも大人の事情で気に入った生活から引き剥がしてしまうのも、心に傷を負ってしまったり、成長に影響が出る可能性があるわよね。多分そういう反応や、判決を狙っての連れ去りなのかもな。どんな結果になっても後味の悪さしか残らないわね。不倫するくらい家庭に愛情ないのに子供だけは手元に置きたがるこの現象なんなんや。旦那は嫌いだが子供は好きとかなら不倫の前に離婚するやろし。子供渡したら負けたみたいやん。不倫やからこそ子供だけは手元に置いときたいんや。子供は最高の盾や。子供には愛情あるのかもしれないけど元旦那への嫌がらせもありそう。ワンチャンベストマザー賞狙いや。これに限らず片方の親が子供連れ去って離婚相手に合わさないってなんで許されてきたんや。圧倒的女性有利やから。基本的には許されてないぞ。日本は極端な母権優先主義やから母親が父親側から子供連れ去るのは許されてきたけど、逆は誘拐罪なる。母親と一緒にいる方が子供にとって幸せやからや、く、オスは育児に参加するなってことや。生き別れの兄弟ってまるでフィクションみたいやな。兄弟で会えないのもかわいそうだな。兄弟で溝ができていないか心配だぜ。社会的強者の立場にいる福原サイドが弱者ずらしてるのくさ。弱者要素がないのに弱者とは。金銭面では福原忍ちゃんの方が圧倒的なんやろな。台湾の卓球選手ってそこまで豊かじゃないやろ。野球やってそう。高3はようやっとるよ。よく知らん日本の土地で日本人に知名度が高い相手の球団なんて偉いことやで、ほんま頑張ってる。なんでメディアは高3につかないんや。でも愛ちゃんは日本のアイドルだからね。これ日本人同士なら福原愛圧勝なんやろ。なんで愛が脳破壊されなきゃいけないのか。なんかスポーツ選手ってずっとスポーツ一筋だったせいか変なやつ多すぎる気がする。社会常識なかったり変な異性に引っかかったり。ワイ無職やけど変だし常識もないぞ。スポーツしかしてないから当たり前ではあるな。プロ野球選手だと社会人も経験してる人も多いから幅が広そうだけど。これ逆に夫側が折れた方が福原愛に世論的な意味でのダメージ入らんか。そんなことないで民衆はすぐ忘れるからな。子供を取り返すという明確な価値条件があるのだから妥協してはいけない。世論手に入れた結果子供失ってどないすんねん。なあにまた作ればええ。欲しいのは世論の同情じゃなくて取り戻した子供との幸せな生活なんやで。愛ちゃんかわいそう。みんな愛ちゃんをいじめないで。親の気持ちも大事だと思うけど、やっぱり子供への影響が一番心配だよな。そうね。生活環境が変わるだけでも子供への影響は大きいし、福原さんは現恋人と仲睦まじく出かける様子がスクープされたりしてるから、早く返せという意見が多いのもうなずけるわ。はぁ、デートか、子供のことはどうした？詳しくは次のスレで見てみましょう。秘宝、福原愛さん34歳、恋人とサッカー観戦。福原愛、刑事告訴なら国際指名手配の可能性も。次のニュースはどんな内容なんだ？高3の代理人、つまり弁護士が取材を受けている内容よ。数日前に行われた FCCJ の会見は、強制的な手段に出るという決意表明ではなくて、任意の受け渡しを促して、福原さんに考え方を改めてほしいという目的だったそうよ。もし相変わらずの態度を貫くなら、強制執行や刑事告訴に移すと考えているようね。ついに恐ろしいワードが出てきたぜ。誰だよこれ。わいらの知ってる愛ちゃんやない。23年2月、恋人とサッカー観戦する福原。あ、これはニュースについていた画像ね。権利的な問題ではっきりとはお見せできないけど、ラフな雰囲気の福原さんや恋人のツーショットよ。会見の半年前の写真とはいえ、子供を連れ去り中にしっぽりデートってか、連れ去るほど大事な子供はどうしたんだよ。落ち着いてマリサ、実はこのサッカー観戦自体は、福原さんのお仕事が絡んでいたそうなの。子供を連れてこようかと迷っていた側面もあったらしいのよ。それにしても恋人を同伴する必要はあったのか？そんなことまで知らないわよ。ちなみに息子も、福原さんの恋人には懐いているとは何かで読んだわ。どの恋人のことかはわからないけど、こんな写真が撮られている一方で、高3は息子に会えずに心を痛めてたんだよな。次から次へとどないなっとんねん。あの絵、ボディを好き放題とか悔しすぎる。ガーシーレベルになってまうんか。子供はおとなしく元旦那に返してこの恋人と新しく子供を作るではいかんのか。まだ産める年齢やろ。愛ちゃんほんまどうなるんやろ。日本だと母親が子供連れていくの当たり前だけど、ただの誘拐やもんな普通に。さすがに面会交流の約束破って子供連れていくのは日本でも許されんやろ。いやだって日本の女さん離婚しようとすると先手を取って子供連れて実家に逃げてもう合わせません。大好きやん。子連れ別居と面会交流中の連れ去りは全然違うやろ。家庭内のことを他人がとやかく言うなよ。やりますね。子供産んでもメスで痛がる女が多すぎる。ぶっちゃけ石川佳純の方が国民から人気あるよな。子供のことを考えたらありえない。
わいは拉致った子は夫の子じゃない説を密かに考えてるんやがどうやろか。確かに、長女は連れ去らないのに長男だけ誘拐するのなんかおかしいわ。全然あるでしょ。そういえば福原さん、長女のことには全然触れていないよな。高さんは子供二人とも気にかけているのに。それも闇深ポイントよ。何をしたか理解してないんだけど、話し合わずに子供を連れて台湾から逃げてきたってことでいいんだよね。で、なんで子供バラバラになってるの？日本と台湾で。元旦那に嫌がらせされてる人か。当時のマスコミの騒ぎ具合をまだ覚えとるくらいには、愛ちゃん鬱陶しかったからな。つけ上がらせた結果だよ。なんか愛されてた頃の愛ちゃんの面影すらなくて悲しいわ。広末奈美アナ。北朝鮮のアナウンサーやん。愛ちゃんの性格とか態度とか私生活とか知らんけど、台湾元旦那が悪いってのはあんまないんか。ワイが新社会人の時から幼稚園くらいの愛ちゃん見てて親みたいな気分なんや。おっちゃんやん。もうおじいちゃんやろ。旦那にも多少非はあるから離婚したんやろけど、それと誘拐は別問題やろ。不倫相手の元奥さんに対する仕打ちを見てもそれ言えたら大したもんだよ。子供に選ばせればええやんな。父と母どっちがいいか。子供の世話せんのに親権欲しいんか。くさ、なんでバレてんだよ。表に出てる事実経緯だとどう見ても福原愛の負けやからな。裏側の事情は知らんけど。誘拐言うてるけど、子供は愛ちゃんの子や。誘拐ではないぞ。福原愛の子であって台湾の元夫の子ではない可能性もあるしな。親子間だからといって誘拐にならんとする理由がわからん。未成年者略取の事案では親権者だから略取にならんという主張は最高裁で避けられてる。どうしても返したくないなら、もう一人元夫と子供作って、そいつを元夫にあげればいいだろ。ガキ拉致しといて夫に対して大人げないとか抜かしとるからな。連れてった長男もシッターに任せとるんやろ。何がしたいんやこいつ。いや、今まで愛ちゃん推しが強かった日本なのに、一連の事件での手のひら返しがすげえぜ。不祥事が明るみに出たらコロッと態度が変わるのは日本人のお家芸でしょ。霊夢もなかなか守護がでかいんだぜ。これ子供もちゃんと連れてきてんの？長男ずっと台湾で生活してたのに急に日本に連れてこられるとか災難やな。不倫するならガキは邪魔じゃねえの？ようわからんが。不倫して離婚だと風当たり強いやろ。日本なら子供を抱き込めば旦那は育児してくれなかったとかいくらでも同情集められる。日本じゃなく中国当局逃げ込めばワンチャンあるんちゃう？程度で負け戦すぎるだろ。片方の子だけ連れていくってのが一番嫌悪感あるわ。去年の時点で不倫離婚と子供連れ去り報道されてたのに、普通にゴールデンタイにテレビ出れてた福原愛。経歴が嘘だっただけで未だに復帰できないショーン系。そりゃ人気あるからやろ。メンタルの差やね。言うほどか。顔20点、体80点。何がとは言わないがでかいな。控えめに言ってセクシーよね。かつての泣き虫愛ちゃんも今は下のお口が泣き虫。愛ちゃんってまともそうで泣き虫で優しそうだったのに、どこで老変したんやろ。まずあの育てられ方がまともやない。そしてあの育てられ方を育成モデルとして推奨してる卓球協会。女らしさから解放された理想的な女性やね。罰にの小倉優子ですらなんだかんだ言ってママタレ扱いでテレビ出てるし、不倫して離婚したママタレと円満離婚のママタレではやはり天と地の差があるんだろう。不倫に円満解決なんてねえだろと思うけど、当人たちが満足ならええか。泣き虫愛ちゃんがこんなドス、ベさんに育つとは。ちょいデブが好みなん。こいつとは別人なの？節操なさすぎやろ。これはさっきのサッカー観戦の写真の人か？あれ？昔不倫したのが今の恋人？この写真の人は多分離婚する原因になった不倫相手の男性ね。福原さんはいろんな男性との関係が噂されているから、正直なところ私もよくわかってないけど、多分今の恋人は別人よ。はぁ、私も人生で一度くらいは特会引っ返してみたいぜ。ワイが結婚してあげたい。え、私と？違うよ。幼少期から鬼のようにスポーツばかりさせると性格歪むんかな。なお？福原愛の元夫が怖い。一族で包囲してモラハラして彼女を台湾から出られなくしたんでしょ。子供を置いて出ていくか、話の通じない男とこのまま一生台湾で暮らすか。どちらも地獄。簡単に離婚してもらえないって辛い。この世の終わりかと思うくらい逃げ場がなさすぎて辛かったと思う。福原愛、頑張って。モラハラ被害者は福原愛ちゃんがどういう状態かわかるはず。元夫は典型的なモラハラ。公の場で涙を流しながら元妻を責める夫を信用できるか。あいつらは自分が正しいことにするためなら涙流すことなんか朝飯前だし、自分に非はないと本気で思っている。認知が歪みまくってるんだよ。どっちが正しいんやろ。キャンドルの時もこういうのあったよな。淡々と女側の問題点を指摘するとモラハラと言われるらしい。高さんやその親族から嫌がらせがあったというような話がネット上で散見されるけど、
プライベートな部分については本人たちにしかわからないわ。仲睦まじい夫婦に見えていても、裏はわからないんだぜ。高さんの周辺の人も、常日頃から穏やかな高さんが、モラハラなんてするはずがない、と擁護しているけど、家庭の中では表現する人だっているから、噂も擁護も、確証がない話なんだな。たとえモラハラがあったとしても、不倫に走ってしまったのはまずいわね。親権についても自分が有利な状況で話し合えば、未来は変わったかもしれないし。広末やれい、ビグモやれい、福さんはい。常に彼氏がいなきゃダメな人っているよな。指名手配されるんですか？女性なんですけど。何時移民じゃははは。浜ちゃんの不倫面白すぎ。フレンチクルーラー笑い。何時移民篠田麻里子の不倫。ほんま許せんわ。何時移民広末涼子。さすがにあかんやろ。女には厳しいよね。なおごまきには感謝する模様。何時移民私がごまきは男の夢。スポーツ選手って性欲強いのか？なあ、スポーツ選手は性欲が強いってよく言うけど本当なのか？激しい運動によってホルモンバランスに影響されて、それが性欲に出るとも言われているわね。当然その辺は個人差があるけど、性欲が強いと公言している選手もいるわ。運動どころか部屋から出ないのに性欲が枯渇しない奴らもいるし、やっぱり個人差だよな。もうしょうがないから半年は半年は甲賀親権持つことにしたら。福原卓球だと誰が好き？まあ、男石川、福原私が石川。福原やんけ。今の恋人と楽しそうだし子供連れ去らんでもなかったやん。愛ちゃんのこと昔から応援してるから俺は愛ちゃん側に立つわ。逆張りとでもなんとでも言ってくれ。真相は闇の中や。Y の彼女の容姿が愛ちゃんに似てるから辛いわ。文句があるなら卓球で決着つけようや。しかし愛ちゃん声大きい女性やな。子供がいるのに自由に遊ぶような人間だから離婚されて子供の親権取られるんやろ。国際指名手配は草。いつからこんなに落ちぶれたんや。愛ちゃん好きやしかばいたいから子供は返してやってくれ。日本でも福原さんを応援する人と批判する人で意見は様々ね。ちなみに福原さんって台湾とか中国ではかなり人気なんだろ。その界隈からフォローはないのか。福原さん自身状況が厳しくなってきたせいもあってか中国の SNS アカウントを開設しているの。ほう。でも騒動が大きくなりすぎたのかフォロワーの数もいまいちで、同じ元卓球選手の石川佳純さんに、地位を取って代わられつつあるみたいね。ひほう、福原愛さん、いつの間にかとんでもねえことになってて草。国際問題って、負けず嫌いだから仕方ない。昔は純粋やったのにどうして。どんどん大きくなって結果的に大ダメージ食らうだけやろ。言うて自分の子やん、何が悪いんや。夫からしたら自分の子供が誘拐されてるんやけど。これ弁護士が悪いよ。今どこに逃亡してるんや。シンガポールらしい。現地の学校にももう通わせてるとか。調べてみたところ、8月時点の情報では、シンガポールのプレスクールに通わせていたみたいね。プレスクールって幼稚園みたいなものか？多分ね。ちなみにシンガポールに移住するのか弁護士に質問したところ、回答はなかったそうよ。自分の子供を誘拐ってそもそもおかしない？台湾の夫とまだ婚姻関係にある状態で向こうに子供二人置いて日本に来てマッチョ男と外泊、しかもホテル、マンションと2連泊、離婚協議に入り無事離婚へ、2022福原夏休みの間だけ子供たちに合わせてと台湾の元夫に懇願、元夫、子供のためになるならと了承、夏休みの間だけの約束が、夏休みが終わる頃に息子だけ日本に連れて行かれる、元夫は鬼伝するも全く返答なし、元夫は来日し日本の裁判所で手続きをする、返答のない逃亡生活から1年経過、日本の裁判所が今すぐに子供を元夫に返すようにという保全命令を福原に出す、福原が日本から消えたという情報が出回る。おい、福原。高飛びやん。アンチオツ、高飛びだとは本人は認めてないから。でも子供は母親のもんや。福原愛が目立ってくれたおかげで法改正の機運が高まりそうやね。たった一人で日台関係を揺るがした女。法律より情を取る生き物や。未白でお気持ち表明してるし日台どころか日中と中台関係にも水差してる。有名人が捕まりにくい理由って逃げる可能性が低いからやろ。シンガポールに逃げたら国内に戻った途端逮捕レベルにならんか。戻ればね。純粋な疑問なんやが日本に戻らずに子育てやりきる金あるんかな。不倫かました後もテレビ結構出てたから隠居して悠々自適できるほどはなさそうだけど。結局まだ引き渡してないの？泣いたら許してもらえる特殊能力があるからノーダメやろ。卓球連盟とか大学の仕事どうするんやろ。全部バックれるんかな。悲しき過去あったんやし多めに見ようや。言うほど悲しくねえわ。さすがのビッグモーターも誘拐だけはやらなかったというのに。本人がもともとこういう性格だったんやろうけど、周りが今まで容認黙認してたのがな、実績があったから何も言えなかったんやろうか。国際指名手配くらいそうで草。
国際指名手配といえばガーシーアルフィが思い浮かぶな。ちょっと前ならゴーンとかね。世界は広いといえど、身柄の確保に乗り出してしまえば逃げ切れる気もしないんだぜ。もう徹底的にやってくれ。さすがに好き放題しすぎや。兄弟で引き裂かれた子供たちが不憫すぎる。国際指名手配されそうはくさ、前代未聞やろいろいろと。不倫なんかせんで旦那側の毒親両親を理由にさっさと離婚しときゃよかったのにな。逃げ切ったんか？これから国際指名手配されたら終わり。海外は何が何でも親権は女性ってことはないんか？日本が異常なん。親権は女が優位やとされてる日本でも誘拐判定食らっとるんやろ。もう日中対行かれへんやん。国外逃亡してるってほんまか。シンガポールにおるみたいや。長男は今何歳なんや？年によっちゃ今後の人生大きく歪むぞ。でも愛みたいな中年からすると、あの泣き虫の愛ちゃんが悪いことしてるとは思えんのや。子供誘拐して国外逃亡とか日本での地位とか全部捨てるムーブでくさ。割と冗談抜きで台湾との関係悪化しそうなのやばいわ。長男洗脳すれば指名手配されても勝ちなんかそれもなんかおかしいな。シンガポールは日本との引き渡し条約はどうなっとるんや。子供のためとは一体何なのか。とんでもねえ話だなこれ。てか金そんなあんの？収入ないやろ。さすがにこれまで稼いだ金があるやろ。スポンサーとかエグかったし。たかが卓球プレイヤーのくせにそんな儲かるんやな。むしろこういう競技はライバルが少ないから成功した時は独占状態になるやろうしな。日本には長らくプロなかったけど中国とかドイツなんか卓球市場やべえぞ。水谷が現役の頃は年収億超えてたんやで。いい加減スポーツの結果と人間性結びつける風潮したれろ。まあシンガポールに住んで二度と日本の番組でも見なくなるならそれでもええわ。夫はかわいそうやけど。そうだとしてほんまに国際手配されたら日本に帰ってこれないとかシンガポールから追い出されるとかあるんちゃうの。負けず嫌いだからしゃあないという風潮。連れられてる子は何を持ってるんやろうな。個人的に刺激のある生活は楽しそうだと思ってしまうけど、子供なら親の愛情や安定した環境ってのは本当に大事だと思うわ。非日常を味わいすぎた後に、普通の生活に戻るのも辛いだろうしな。知ってしまった以上戻れなくなったりね。そんなわけで最後は11月4日に立てられた最新のスレよ。司法、福原愛さん、息子誘拐で刑事告訴され逮捕を念頭に警視庁捜査一課が動く。長男4歳の引き渡しをめぐり元夫の高校決と争う卓球元日本代表の福原愛さん15歳に対して、警視庁が捜査を進めていることが週刊文春の取材で分かった。なになに？所在国外移送目的誘拐罪？また行々しい名前が出てきたんだぜ。所在する国から、国外へ移送する目的で誘拐することね。2年以上20年以下の懲役とかなり厳しい罪よ。本格的にヤバい状況なのに、福原さんは逃げ続けてるだけなのか？週刊文春の記者が、直接福原さんに電話したところ、警視庁からお問い合わせがありましたが、弁護士さんとお話しいただき、問題ないと聞いております。って回答があったらしいの。ガチで連れ去る例があるという証明になってる女。さ。女版ガーシー。警視庁が問題ないって言うとるんやんけ。福原愛容疑者。私女なんですけど。まだシンガポールに潜伏してんの？長男だけ引き取って娘は置き去りなのほんとくさ。言うても子供は母親に泣きくから父親の勝ち目ないやろ。対でもしてない限り。一緒に連れ去ろうとした長女はギャン泣きして拒否したので連れてこれなかった。息子は小さすぎて状況理解してないので連れてこられた。まさに誘拐だな。やばすぎてくさ。内柴雅人以来か？福原愛容疑者とかいうパワーワード。2000年の愛、愛ちゃん下手くそ。失敗するとすぐ泣くな。でも将来素敵な家庭築きそう。広末ってほんま清純や Y の嫁さんになってほしいな。2023年の愛、ふふっていかん。50代か ?40 代や。2000年ってもう福原12歳足ほぼ泣いてないやろ。ベッドの上でいい声で泣いていそう。おっさんな発想やね。なんと愛ちゃんそんな年やったんか。今となっては水谷の方が勝ち組だよな。ちゃんと家庭持ちで金もある。SNS でも発信力を維持してる。若い頃は女子卓球がスターで男子は影さんだったのに。問題ないと聞いていますと答えて裁判所から息子を父親の元に返せと命令されてるんよな。それも無視してるからこんなことに。さあ？日本だとよほどのことがない限り子供の親権って母親に行くと聞いたことがある。たとえ女の浮気が原因で離婚しても母親が有利だとか。タイトネグレクト以外は母親が必ず勝つらしい。だから親権争いで負けた母親はあっさしってなる。知り合いのおっちゃんは嫁からの DV で離婚したけど親権取れるまで偉い時間かかってたし二人いる息子のうち上の子しか引き取れてなかったわ。女さん割ってほんまにあるんやなと思った。日本では母親が子育てをするって意識がまだまだ強いからね。確かにイクメンとか言ってても、育児に関与するのは母親がメインだったりするよな。
本気で育児に関わっている人もいるし、やりたくても仕事関係でどうしようもない場合もあるわ。夫婦共働きでも、子供の体調不良で休んだり早退するのは母親の方が一般的だろ。日本にはそういう風潮があるから、休みを言い出せなかったりするのよ。親権者についてもそういう母性優先な概念が残っているわけ。こいつらは台湾で離婚して共同親権になり、ま男と暮らすわけにもいかないだろと父親の元にいたわけで、夏休みの間だけ預かると言いながら、いつ返さないと言った。永久に借りておくだけだという JR 理論出してきた。娘を置き去りほんまくさ。悪逮捕しろ。一家が、陣がかりってドラマの中だけなん。一家は、陣や将来野望。放火がメインやけど他の課に当てはまらない犯罪全部の担当でもある。ちゃんと日本で手続き踏んでるんやな。色欲テロリスト。解説も石川かすみが出てきたしな。問題ないと聞いております。無敵か？問題ないわけないやろ。これで問題ないなら全員誘拐可能やん。言うて今までは問題ないことにされてたからな。国内限定でだけど。こうならんようわざわざ日本来て呼びかけたりしたのに砂かけるような真似しかせえへんやもん。そらそうなるよ。有名人が誘拐犯とか史上初じゃね？普通逮捕するときは告知なんかしないから、この記事は旦那側からの最後通帳やね。何週間か前に中国の SNS デビューして人気、とか見たけど。でもこれはさすがにこいつが悪いよ。ゲームセットが近づいてきてるな。そうね。年内は難しいかもしれないけど、長男の就学までに肩がつくといいわね。今後の展開に注目だぜ。ねえマリサ。なんだ？さっきは流されるままに動画を始めてしまったけど、なんでしれっと出演してるんじゃーい。え？チャンネル主さんに呼ばれたからだぜ。は？前回のゲストではこんなコメントとか。こんなコメントをもらってたし。ほら、書かれている通り霊夢も嬉しかったんだろ？うるさいわね。だからってこんな騙し討ちみたいなことはやめなさいよ。サプライズって言ってほしいんだぜ。まさか、これからもちょこちょこ来るつもりなの？さあ、どうだろうな。あ、オープニングとかエンディングで、このチャンネルの決まり文句みたいなのがあれば、それっぽくならないか？来る気満々やないかい。最後までご視聴いただきありがとうございます。この先、福原愛さんはどんな行動に出ると思いますか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。